はい、どうも皆さん、こんにちは。ムーポンです。本日、1月の6日なんですけど、新年、筆が来たじゃないですか。で、それに続いて、まだ新武器が来ましたんで、使っていきたいと思います。で、今回はリールガン、このタタタンで、サブが食いぼつけましたみたいな感じの武器になってます。で、そこ北斎が、北斎パブロがなかなか機敏に走り回っているというところなんですけど、濡れましたね。塗りは今いい感じです。で、がいいってそれ無理、今ちょっとカーリングにやられてしまったか、カーリングに足を取られて、あ、バケットスロッシャーか、いますね、珍しい。で、今回はこいつスペシャルが、ジェットパックとなってまして、メインがね、結構そのクロート向けのなかなかしっかりとエイムを狙わないといけない武器なんですけど、スペシャルも結構ね、エイム力が問われるという、なかなかにね、もうあのエイムみたいな、そんな感じの武器な気がします。なんで果たして使い切れるのかっていうところが正直不安なところではあるんですけど、あの塗りはめっちゃできます。で、サブのクイボと、メインのタタタンのコンボが、入れば一撃で持っていけます。まあワンセットで持っていけますっていう感じの武器ではありますね。で、そこパブロがちょこまかして、あ、なんか当たった、ラッキーそんなところに潜伏していたのが怖、やめてくださいよというところなんですけど、塗りめっちゃできるんでね、この武器で、そこ着地がパブロがいたんかな。で、味方大丈夫、そこローラーに追われてる気配を感じたんですけど、エリアは確保できました。こう塗れるんですよね。で、塗りもできるってなると、やっぱりなんかその場を整えたり、まあ好き勝手したりできるというところでですね、ちょっとミサイルで場所がバレたんで逃げまーす今ちょっと正面切って、壁にひっついてから行こうとしたんですけども、ちょっとバレてしまってはどうしようもないんでね。で、クイボ困った時のクイボみたいなところがあるんでね、オッケー、無理ー、それはしっかりと入り込まれていた。で、ローラーオッケー、ナイス、味方ナイスです。で、今のところなんとか有利は取れてるんですけど、ペナルティが結構でかいというところで、ここに復帰します。で、そこバケツがいますね。あ、出てきた、オッケー、味方ナイスです。で、左からバケツが来ててとりあえずボムで牽制する。で、嘘やろ、なんでやねんパブロが急に飛び出してきて、好き放題してると、あー帰っていった、あいつ腹立つわちゃわちゃかよっていう感じがするんですけど、ここクイボでなんとか抑えさせてもらって、で、味方はちょっと守れなかったんで、この辺からで、そこなんか潜伏してますよね、なんか気配感じたぞ、大丈夫、なんかこの辺にいそうな感じがするんですけども、味方が孤立してる、大丈夫か。あー、で、パブロよし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 、濡れてんぞ。で、ここなんでこんな塗られてんねや、言うと多分後ろ取られてたんでしょうね、味方。で、こっち向きから押していくか。で、着地していったんですけど、帰ったですねなんで上に向けて威嚇射撃して、で、これはしかしまたペナルティ解除されるんで、わーっと、オッケー、クイボがちょっと待った。で、今回忙しいぞ。で、サブインクとメインインク両方つけてきました。今回はまあ結構そのクイボを投げて、コンボ決めてみたいなのがしやすいようにこの構成にしています。で、クイボ、OK。 で、うわー、筆が今正直追い込まれたかなと思ったんですけど、何回来てたと、うわー、さすがに無理ですね、それはこっちから来ます。で、なんとかノックアウトまでは持っていけるかどうか、ちょっと微妙なラインなんですけど、もうしかし押されなければ大丈夫、押されなければねあ、しかし確保されちゃったんで、なんかいてる、びっくりしたそんなところに潜伏していたのか。射程がね、結構短いんで、ああいう飛び出し際の撃つとか射撃とかね、クイボとかで結構そのまあ、クリアリングをしていかないと、ちょっとすぐやられてしまうっていうところがあるんで、その辺とかも意識して立ち回れればなと思うんですけど、そこに今パブロがいて、ここですね、無理ーいやー、エリア内で死んでしまった、やばいぞこれ、味方後ろ取られてる、大丈夫か、わちゃわちゃや。で、残り時間がわずかというところで、
これは逆転されないように抑えていきましょう。もうね、とにかく確保した瞬間勝ちみたいなとこがあんで、ナイスナイスナイス完全に今味方ゲーやったような気がせんでもないんですけども、めっちゃ濡れるんでね、場合を見て塗りに参加したりとか、そういうのを引き続きやっていきたいなと思います。よし、やっていきましょう。このリーグガンでガチエリア、今度は、バッテラストリートですね。まあ、結構ね濡れるし、食い棒もあって機動力もあるっていう感じはするんで、うまく、壁とか使って立ち回れればいいなっていう感じではあるんですけど、そこブラスターがいて、で正面今来てますよね。味方が今3方向から行ってて、傘がいます。オッケー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 、これ取ったのはいいんじゃないですか。でこっち回っていきましょう。ブラスター見てる。うわー、今の食い棒のカス当たりと3発が綺麗に当たればきっちり持っていけるっていうダメージ量なんで、今の惜しかったですね。2発だけやったか悔しい。ここ飛んだらあかんような気すると大丈夫。沼じゃん沼じゃん沼じゃん主で、今のところ状況は有利なんで、ここ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 、おわーっと、オッケーオッケーオッケー、味方ナイス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 、うまいこと、キル取ってもらって、でなんていうんですか、アシストもごっつんアシストいただいてですね、で塗りはします。塗れるんでね、この武器も。で味方がそこでやられて、ん来てるぞ。おおちょっと顔を出したんですけど危ない。オッケー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 、あーちょっと待った、クイボは足取られると非常に苦しいとこではあるんで、なんとかこのまま抑えていきたいんですけども、ジェッパジェッパでストップはされちゃったんですけど、濡れるんでね、このスペシャルも濡れるっていうのがこの武器の強みかなっていうとこではあるんで、うわボム転がされると無理です。で今ちょっとペナルティが結構でかい数字つけられちゃったんで、まあまあしょうがないですよ。しかしきっちりと抑えていきたいんですけど、味方と連携していきたいな。大丈夫か、これこの辺そっち側に敵がいてるんで、確定数がね寿司の方がなんていうんですか、少なくていいっていうのがあるんで、結構ねこの寿司との対面がしんどいかなっていうところはあるんですけど、塗りはねできるし、連射力もあるんで、うまいこと立ち回っていければなというところでしょうか。でこれ今寿司がそっち入りましたか、あーっとここにいましたね。うわー、待ってた待ってた、濡れる濡れる濡れる、なんとか、あー味方がしっかりと今寿司に駆られてしまって、じゃあどっから打開していくかなんですけど、味方がそこで今潜伏してるんですね。クイボで今やられてしまって、でとりあえず前線は上げていこう。でぬる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 、このスペシャル濡れるしねっていうとこがあるんで一旦ストップしました。でクイボに1個投げたら結構濡れるっていうのと、まあメインも濡れるんで、とにかくぬる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 。で今ローラーが今そっちから突っ込んで、多分寿司にやられたんでしょうか。じゃあどうするどうするどうする、寿司がそこで着地をしてるんですね。で今こっちまで回ってきましたけど、そのボム苦しいぞ。で多分下で寿司が、おっとおっとおっとおった、ちょ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 、やられちゃいましたね。食い込んでしっかりとやられて、いけるか、オッケー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 、ナイス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 。しかし確保はされてるんで、人数は今有利か、前線人数有利っぽい感じはあるんで、塗りの枚数はこっちの方がいけてる。オッケー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 、とりあえずはペナルティつけて、で忙しいぞ忙しいぞ忙しいぞ、塗りも しないといけないんでね。でおーっとそこ打ち合いしてるんで、アシストをしてきた。オッケー、クイボ決まりましたね。こういうなんか逃した時のクイボができるのがこのクイボ武器の強いところかなっていうところはありますよね。でまあ困ったらクイボポイポイするんで、でそこ寿司がいて、大丈夫大丈夫大丈夫、オッケー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 。で今いい感じですね。なんとか場を制圧してきているか。オッケーオッケーオッケー。でそこ味方が2枚やられちゃったんで、なんとか抑えていきたいんですけど、オッケー結構あれですね、塗りもしないといけないしキルもしないといけないで、なかなか忙しい武器な感じはあるんですけども、まあ塗り寄りで動けばなんとかエリアはなりそうですかね。さあ引き続きリールガンでエリアやっていきたいんですけども、今回はちょっと
塗りが結構できる武器が正直ちょっと僕しかいないっていうところがあるんで、結構塗り意識して立ち回っていきたいなと思います。で、まあまあこの辺とかも塗って、で味方が今ちょっと前線取ってくれてるんで、塗りましょう塗りましょう塗りましょう、じゃあ塗ります、塗りますよ塗りますよ、オッケーオッケーオッケー、とりあえずはね。でここ食いぼ投げて、で必戦がバリアを履いてるんで、どんどんどん剥がして、大丈夫、オッケー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 、食いぼでアーマーを剥がして、で味方がただどこでやられた、ここでやられて、おっと食い込ん、オッケー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 、決まるとね気持ちいいですよね、このタタタンっていうのと食いぼで、カス当たりとメインの、3発で持っていけるというところがあるんで、まあワントリガーですねと、カス当たりでいけるんで、まあ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 いい感じに決まれば気持ちいい武器なんですけど、うわパシュパシュでやられたいやーちょっと今のはバリアね、噛み合ってましたね。でそこ今チャージャーが角で待っている状態なんで、なんとかしていきたいんですけども、大丈夫か、そこ塗る、とりあえず塗りましょう塗りましょう、塗り状況塗り状況塗り状況、この辺からとにかく塗りを意識して、でカウントは今味方がストップしてくれたんで、塗ります塗りますよ。でそこローラーがいますね。で、射程がちょっとね悩みっていうぐらいの感じなんで、どうするかなそこあーっと味方やられちゃったか、守れなかった。でスペシャルで持っていくか、オッケー、あしかし、バリア剥がれちゃいましたね。これはちょっとバリアだけ剥がしてやってアシスト持っていけるか。でオッケー、クイボとのコンボで味方もやってくれましたね。ナイスですナイスです。で、そこ必戦が追って、あーっと倒してくれた、オッケー、じゃあぬる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 はぬるは俺あー射程足りない足りないですけど、あザップか、どうなんでしょうね、ザップとのなんかその射程の力関係とかはあんまり、確認取れてないんですけど、なんかやっぱ今立ち位置の問題でやられてしまったかなっていう感じはありましたね。でここ塗りに出て塗りに出てぬる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 まあ相手の、この移動できる領域をどん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 制限しまくるのがちょっとこの編成では、私の担当なんかなっていう感じはするんで、塗ります。でザップがすごいもう塗れるっていうところがあるんで、ちょっとスペシャルで追い返しましょう、ちょっと出てくださいよ。で今ちょっと確保されちゃったんで、そっち必戦来てますね。うわー必戦じゃないわ、ローラーに、いやー引かれてしまった、これはやばいぞ。あしかし、あちゃうわ、着地ガリガリをしたんですね味方、ナイスです。で、これじゃあどうしようかな、縫って状況を荒らしたいところではあるんですけど、わあ食い込んが決まらない、もう発狂みたいなところがあったんですけども、そうなんですよね、ちょっと僕が生き残って塗らないとこの編成塗りで押されてしまうっていうところがあるんで、うわーそれはちょっと正直完全にやられちゃった、ちょっと安易な飛び出しをしてしまったっていうところではあるんですけど、まだ1分半あるんでね、なんとかちょっと持ち返していきたいんですけども、味方がそっちから攻め込んでて、あーと一旦ちょっと様子を見てますね。で、じゃあ塗りましょうか、もうめっちゃ塗って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 生存して塗って塗って塗って、 OK 確保はしてくれました。でここ上り道潰しときます。でそこなんかいますよねこの裏かで大丈夫、ローラー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 のサポートを食いぼとかでしてやって、で今そこに必戦がおって、オッケー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 、味方がなんとか抑えてくれて、ただそこチャージャーがどこ、なんか右の方から音が聞こえたような気がするんですけど、そっちですか。でそこ当たんねえいやしかしこの状態で抑えたのは、うーわーオッケ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 ーなんとか塗りましたよ、とにかく塗りましたよ今回は。編成見てね、塗りまくるとかね、切り替えていけるのがいい武器なんじゃないでしょうかでいいのかなありがとうございます。
動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ムーポンがお送りしました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。どんどんこのシリーズ他のシリーズ更新続けていきますので、また他の動画でお会いしましょう。ではムーポンでした。またね、バイバイ。